なめこセンター。なめこセンターでは本当は無料でなめこ汁の配布があるんだけど、ここ3年の感染症が流行ってからは提供は中止してる。キノコの他にいろいろなお土産が買える。おいしいお味噌も売ってるよ。陶器はスキー道具などのレンタルもしてるみたい。道を挟んで向かい側、沼田キノコ園。スーパーでは見たことない珍しいキノコを買うことができる。